次に佐田歩美議員の質問を許可します。佐田議員。皆様こんにちは。本日は一般質問の機会を与えていただきありがとうございます。通告に従って順次質問させていただきます。なお時間が30分を超えますが、会派内で調整しております。1、これからの公共交通に対する市の関わり方についてお尋ねします。公共交通を取り巻く環境は全国的に大変厳しい状況にあり、大阪府内でも南河内地域で運行されていた金剛バスが地元自治体は支援する方針を伝えたものの、運転手不足により廃業となってしまいました。その後、金剛バスが担っていたバス路線の一部路線の運行を24年3月までの運行経費などとして地元4市町村合同で計1億5000万円を支出し、他の民間交通事業者に委ねることが決まったと報道されていました。このような金剛バスの廃業を受け、先の決算特別委員会においてこれからの公共交通に対する枚方市の関わり方についてどのように考えておられるのかを伺ったところ、枚方市では令和6年度に総合交通計画の改定を予定しており、国や府の動向を注視しながら学識経験者や交通事業者、市民等で構成する枚方市総合交通計画推進協議会での議論を踏まえて示していくとのご答弁でした。また先日の建設環境委員協議会においては、枚方総合交通計画の改定に向けた取り組みについて報告があり、市民アンケート調査の概要が示され、その中で利用頻度など公共交通についても一気調査を行うとのことでしたが、公共交通については従来の行政による赤字補填での運行継続というような考え方は通用しなくなってきたと感じています。そこでこれからの公共交通、特に多くの市民が利用する市内路線バスに対する市の関わり方の議論の方向性について見解をお伺いします。続きまして2、枚方市駅周辺再整備についてお尋ねします。今年7月8月に開催された市民説明会には484人の市民の方が参加をされており、会場で配布されたアンケートにも360人の回答があったとのことです。自由記述欄を含めてアンケートを拝見しましたところ、とても気になる意見がございました。市民の皆さんの大多数は新しくなっていく市駅前に反対はないのだろうなとも思いました。ただ無関心であるため、市中心部の再整備を考えるという数十年に一度のまたとない機会を逃しているのかとも思います。いわゆるサイレントマジョリティです。そしてこう続きます。新たな市民となり、子育て世代となる可能性を秘めている市内の各大学の学生さん、高校生に意見を聞いてみてください。若い世代の意見を積極的に取り入れてください。少しでもサイレントマジョリティの意見を拾い上げてほしいという内容でした。私もまさにその通りだと思います。新庁舎整備に向けては市民ニーズに的確に対応できる庁舎とすることが重要であり、少子高齢化のさらなる進行や南海トラフ巨大地震への備えなど将来をしっかりと見据え、市民窓口や市民交流機能、付帯施設などが検討されてきたとお聞きしております。枚方市新庁舎整備基本構想を策定された際も市民アンケートやワークショップが開催されていますが、意見聴取を行うにあたってはなかなかご回答いただけない方々や今後の将来を担う若い世代のご意見を把握することが重要と考えます。そこで今後基本計画を策定していくにあたって、市民からの意見をどのような方法でどのような内容を聞き基本計画に反映させていくのかお伺いします。次に3、災害時の要配慮者への支援についてお伺いします。災害時に避難の支援が必要な高齢者や障害者などへの対応については、この度改定となる枚方高齢者保健福祉計画21や、枚方市障害者計画、枚方市地域福祉計画など共通して盛り込まれている議論が必要な課題です。障害者福祉計画第4次改定版策定に向けた障害者アンケートでは、
回答者の4割が安全なところまで迅速に避難することができないと答えており、公助、共助、自助、それぞれが機能するよう平時からの準備が必要と考えます。公助の一部としては避難行動要支援者名簿や福祉避難所の整備が進められているとお聞きしていますが、まずは本市における名簿搭載者や福祉避難所等の現状についてお伺いします。次に4、発達障害児の相談支援についてお伺いします。発達障害などのあるお子さんに関しては、先の決算特別委員会において児童の精神保健福祉手帳の申請が増えていること、また市民福祉委員協議会においては放課後等デイサービスの月当たりの利用者数が令和3年度から4年度にかけて128人、それ以前も100人前後増加しているという状況を確認させていただきました。これは実際に福祉サービスを利用しておられる方の実数ですので、潜在的な数についてはさらに多くの方がいらっしゃるのではないかと考えられます。このような中、放課後等デイサービスの利用に関する相談等においては、市民の方から学校や留守家庭児童会室で聞いても分からず、町内を転々としたとも伺っており、市民にとって非常に分かりにくい状況となっているのではないでしょうか。発達に関連する相談については、発達障害の疑いがある場合の受診を含めた相談をはじめ、診断を受け、支援を必要とする子どもや家族、また福祉サービスを利用するための相談など多岐にわたる内容が考えられます。そこで現在、市では発達障害児の相談や支援に関して他の組織同士が連携して取り組む仕組みがあるのでしょうか、お伺いします。5、広域連携についてお伺いします。公共施設の老朽化や人口減少社会における人手不足など、基礎自治体を取り巻く環境がますます厳しい状況になる中、財政基盤の充実強化や行政サービスの維持・向上を図るためには、効率的な人員や施設の配置は不可欠であり、広域連携は有効な手段であると考えます。今年の9月の定例月議会の代表質問において、我が会派の梶谷議員からは、人口減少社会における持続可能な市政運営のため、本市が北河内地域で中心的な役割を生かし、他市を牽引していく姿勢で、広域連携に向けて積極的な働きかけを進めていくことを要望したところです。将来の本市の人口規模や人口分布などを見据え、今のうちから危機感を持って対策を講じておく必要があります。そこでまず消防の広域化についてお聞きします。人口減少、災害の現人化、多様化等消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、消防力を維持強化していくため、平成30年に消防組織法に基づく市町村の消防広域化に関する基本指針が改正されました。この改正を受けて、大阪府では平成31年に大阪府消防広域化推進計画の再策定を行い、本市においても消防計画の充実強化を図るため、指令業務の分野で共同運用を実施している片野市との広域化に向けた協議を重ねてきたと伺っておりますが、これまでの経過と現状についてお尋ねいたします。以上で1回目の質問を終わります。田村土木部長。1、これからの公共交通に対する市の関わり方についてお答えいたします。議員ご指摘のとおり、公共交通を取り巻く環境については全国的に大変厳しい状況にあり、2024年からの労働管理の厳格化によりさらなる運転手不足の顕在化が懸念されています。このような状況のもと、京阪バスにおいても近隣市では運転手不足を理由に来年春までに16路線の廃止が示され、その中には行政が継続的に財政支援を行っていた路線も含まれており、負担金の不足ではなく運転手の確保ができないことが廃止の理由であったと関係者からお聞きをしております。またタクシー業界においても運転手不足などを背景として、一般ドライバーが
自家用車を使い、有料で顧客を送迎するライドシェアをめぐる議論も活発かつ具体化してくるなど、公共交通を取り巻く環境は大きく変化してきており、行政の関わり方も変革期に来ていると認識をしております。本市としましては、路線バスをはじめとする既存公共交通をまちづくりとも連携しながら利用促進を図り、維持・活用することを基本に、国や府の動向も注視しながら、交通事業者や市民も構成に含まれる枚方市総合交通計画推進協議会において、持続可能な公共交通について議論を進める考えでございます。山中市駅周辺町活性化部長。次に枚方市駅周辺再整備についてお答えいたします。今後新庁舎整備基本計画や基本設計を策定するにあたりましては、市民からのご意見を十分に伺いながら進めることが重要と考えております。ご意見を伺うにあたりましては、市民アンケートやワークショップなどを想定しており、 SNS の活用や庁舎等の窓口に来られた幅広い世代の方々へ直接お声かけをし、回答をお願いすることのほか、アンケートの回答割合などを踏まえ、若い世代や子育て世帯などからご意見を伺う場を作るなど、効果的な方法を検討してまいります。またアンケートの内容につきましては、基本構想を策定した際のアンケート結果並びに、これまでの市民説明会や市議会からのご意見を踏まえながら、例えばより利便性を高めるために必要な窓口や庁舎の付帯施設の導入に導入すべき機能等の調査テーマを設定するなど、効果的な調査に努め、調査機能の検討につなげてまいります。林健吾福祉部長。はい。次に3、災害時の要配慮者への支援についてお答えいたします。本市の避難行動要支援者名簿の対象者は、生活基盤が自宅にある方のうち、要介護認定3以上を受けておられる高齢者や、身体障害者手帳1級2級を交付されている方、療育手帳 A を交付されている方、精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方、障害者総合支援法に基づくサービスを受けておられる難病の方のほか、市長が支援の必要性を認めた方となっておりまして、令和5年9月1日時点における対象者は15,757人となっております。なお市独自で作成しておりました災害時要援護者名簿を前述いたしました避難行動要支援者名簿に統合する作業を現在進めておりまして、令和6年4月から統合する予定としております。福祉避難所といたしましては、市直営のラポール枚方と総合福祉センターの2施設のほか、高齢者や障害者の入所施設と協定締結施設の23施設を合わせ合計25施設を指定しておりますが、現在協定締結施設の拡充や円滑な福祉避難所の開設等に向けて検討を行っているところでございます。井口こども未来部長。次に4、発達障害児の相談支援についてお答えいたします。現在本市におきましては、枚方子ども発達支援センターを主担事務局として、子ども相談課、母子保健課、障害支援課、児童生徒支援課などの市の機関をはじめ、大阪府中央子ども家庭センターや枚方支援学校、また大阪精神医療センターなどの地域の機関も含めた障害のある児童の支援機関である枚方市障害児等関係機関連絡会議を設置し、各々の事案に対し連携して対応するとともに、情報交換会や研修会の実施など、その支援のためのさまざまな取り組みを進めているところでございます。新内危機管理部長。はい。5、広域連携についてお答えいたします。広域化にかかるこれまでの経過につきましては、平成28年度に枚方市寝屋川市および片野市における消防の広域研究会を設置し、議論を重ねてきたところでございますけれども、広域化には至っていない状況でございます。その後平成30年に改めて片野市長からの消防の広域化に関する検討協議についての依頼を受ける形で、枚方寝屋川消防組合、枚方市、寝屋川市、
片野市消防本部、片野市の5社で消防広域化に係る検討組織を設置し、議論を重ねた結果、消防広域化によって経費削減は見込めるものの、片野市が享受するメリットと比較して、枚方市、寝屋川市が享受できるメリットが少ないが、北河内地域における消防防災力を向上させるため、引き続き検討が必要であると総括した検討報告書を令和3年2月に取りまとめ、両市の市議会および片野市にも報告したところでございます。現状といたしましては、この検討報告を踏まえた上での片野市側からの広域化に対する意向が示されていない状況でございます。佐田議員、それぞれご答弁ありがとうございます。それでは2回目以降の質問要望をさせていただきます。1、公共交通に対する市の関わり方については要望のみとさせていただきます。生産年齢人口が減少している中では、公共交通の運転手だけでなく、さまざまな業態で労働者が不足しているかと思います。そのような中、地域の足であるバス、タクシーなど公共交通事業者の運転手不足は日を追うごと深刻化してきており、今週月曜日にはタクシー会社の運行管理のもと、タクシーが不足する地域や時間帯に限って個人が有料で客を運ぶことを認めるライドシェアについて政府が方針を固めたと報道されるなど、まさに行政の関わり方は変革期に来たと感じています。また先ほどの答弁では、まちづくりとも連携した持続可能な公共交通を議論するとのことでしたので、今回改定される総合交通計画では、交通手段の確保といった視点だけでなく、商業施設や病院、福祉施設といった生活に欠かせない都市機能の利用しやすさも含め、多角的な視点でアンケートやデータに基づくとともに、関係機関や他市事例などにも注視して実効性のある計画としていただくよう要望いたします。また私自身、議員になる前にバス乗ってスタンプラリーにスタッフとして参加させていただいていたことがありまして、枚方市はバスマップやスタンプラリーなど他市に先駆けて積極的に公共交通利用促進啓発事業に取り組んでこられたと認識しています。令和4年度からは公共交通にも関わる次世代の育成を目的に、 NPO や京阪バスと連携してバスバックヤードツアーも開催されています。子どもの頃から公共交通に慣れ親しんでいただくこともとても大切なことかと思いますので、このような取り組みも併せて継続していただきますよう要望させていただきます。続きまして、2、枚方市駅周辺再整備についてです。新庁舎整備に向けた市民ニーズの把握については理解しました。市民の声をしっかりと聞き、着実に新庁舎の整備を進めるようお願いいたします。また枚方市駅周辺においては、市民説明会において商業施設が入れば雇用が生まれて消費が増えていくことに賛成されるご意見があったともお聞きしています。事業者等も含め幅広くご意見の聴取に努めていただきたいと思います。次に、枚方市駅周辺に屋内の子どもの遊び場の設置を求める声が私のもとにも届いています。子育て世代だけでなく、子どもを預かるおじいちゃんおばあちゃんからも、室内の遊び場を求めて他市まで出かけていると切実なお声をお聞きします。令和5年6月の一般質問では、小池議員から丸4・丸5街区において室内の子どもの遊び場が設置される可能性についての質問に対して、丸3街区の動向を注視しながら、丸4・丸5街区において屋内の子どもの遊び場も含めた効果的な機能の導入を検討するとのご答弁がありました。丸3街区では12月13日に複合施設内の商業テナントとして屋内アスレチック施設が入居することが公表され、日常では体験できないアクティビティをお子さんが安全に遊べる施設に、私も楽しみですし、とても期待しております。一方で、これまで複数の議員からもご意見があったように、子どもの一時預かりができたり、子育て世帯が求める講座や相談などの子育て支援ができるような施設も必要だと思います。そこで、これまで新庁舎においても町の魅力向上につながる付帯施設の整備についても検討するとのご答弁がもうございましたが、枚方市駅周辺においてそのような機能を持つ屋内での子どもの遊び場の設置の可能性について、どのように考えておられるのかお伺いします。山中市駅周辺町活性化部長。
議員お示しの室内の子どもの遊び場につきましては、これまで市民アンケートや市民説明会などによる市民の方々からのご意見や、議会からもご意見をいただいており、ニーズが高く、子育て家庭への支援や、市駅周辺のにぎわいづくりにつながるものと考えております。今後も引き続き、市民からのご意見の聴取や、先行事例の調査を行うとともに、枚方市駅周辺において設置される類似施設との整合を取りながら、庁舎の付帯施設も含めて検討を進めてまいります。佐田議員。屋内の子どもの遊び場については、市民ニーズが高いことを把握されているとのことですし、子育て支援も付帯する施設となると、市が連携しないと民間のみでは難しいと思います。ぜひ前向きにご検討いただくよう強く要望いたします。また現在新庁舎整備に向けては基本計画策定に向け検討を進めているとのことですが、庁舎の位置が決まらないと基本計画を完成させることはできませんし、基本設計にも着手できません。昨日の門川議員からもございましたが、できるだけ早く庁舎の位置が確定できるように取り組んでいただくようお願いいたします。一方でいざ庁舎の位置が決まったときに、これから具体的な検討を始めましょうでは、どんどん庁舎の建て替えが遅れてしまいます。庁舎の位置にかかわらず、求められる庁舎の機能などについて市民から意見を伺っておくことは今からでもできると思います。むしろ丸三街区のオープンで市民の駅前への関心が高まる今こそ、サイレントマジョリティの意見を拾うチャンスです。市中心部の再整備を考えるという数十年に一度のまたとない機会を市民の方々が逃すことがないよう、幅広く意見を収集し、今後庁舎整備が円滑に進められるように準備を進めていただきたく思います。続きまして3、災害時の要配慮者への支援についてです。避難行動要支援者名簿の統合により対象者が 15,757 人と増加することになり、それだけの方々を支える対策が必須です。名簿が登録だけで終わることがなく、適切に活用される仕組みを作っていただくとともに、福祉避難所の協定締結施設の充当等をしっかりと検討していただくようにお願いいたします。次に共助についてですが、障害のある方が一時避難所に来られたときに、現場はどう対応してよいかわからないといった声を耳にします。病気や諸具合で日常生活に制限を受ける方々に対しての行政や市民に対してのマニュアルのようなものはあるのでしょうか。また障害のある当事者もまた自助の取り組みとして防災意識を高めることや、どのような支援や介助が必要なのかを自ら伝えること、それも重要と考えます。八王子市、土浦市、龍ケ崎市、東京都江戸川区などでは、障害のある方のための防災ガイドを作成し、障害のある方が事前に確認しておいた方が良い項目の紹介や、自らが障害の特性、服薬内容、配慮してほしいことなどを記入しておくツールを用意していますが、枚方市では何かこういったツールはあるのでしょうか。服部福祉事務所長。本市では主に小学校との施設52箇所を一時避難所に指定しており、災害時の避難所開設時には障害のある方をはじめさまざまな方々が避難してこられます。障害のある方が避難されてきたときに活用していただくため、平成30年1月に障害種別ごとに支援のポイント等を記載いたしました、みんなの避難所、障害のある人に理解配慮というリーフレットを作成し、自主防災組織ネットワーク会議を通じて地域の方への周知と活用の呼びかけを行いました。また現在も小学生の窓口に常時配下しております。当事者の方の自助を高める取り組みといたしましては、展示板および音訳版の防災ガイドを作成し、視覚に障害のある方へ配布するとともに、当事者団体や障害サービス事業所に対して災害時における適切な避難行動などをテーマとした出前講座を実施するところでございます。私が作成しております避難所運営マニュアルの中でも、高齢者や障害者に対する配慮事項を記載し、地域や市避難所派遣職員が災害時に求められる役割について記載しております。佐田議員。災害時の対応としては、公助、共助、自助の連携が円滑なほど被害が軽減できると言われています。また自助や共助を支援することも行政が担うべき役割です。
ご紹介したような障害のある方のための防災ガイドは、自助であるとともに、周囲の理解を促進する共助の助けにもなり、交流を円滑にします。私自身、必要性を感じたことから、同様のものを作成し、障害のある方とともに災害について考えるきっかけとしてきました。ぜひ、枚方市でも作成いただきますよう、検討をお願いします。ですが、先日、行財政改革プラン2024の発表があり、その中に精神障害者の通所交通費補助事業についての見直しが示されました。言語道断と思い、担当課にお尋ねしたところ、市での補助ではなく、他の障害のように精神障害の方にも交通費の助成や軽減がされるように、これまで以上に府や交通事業者などに働きかけていくのが大前提だとお聞きしたといったことがありました。その時になるほどと思ったのは、内容や対象者の数によっては市で賄うのではなく、より効果的に実施できるところに働きかけるソーシャルアクションを行政が起こすこともできるということです。とすれば、この防災ガイドは障害種別に分けると対象者が少なくなってしまうので、広域または専門分野ごとの検討が適しているかもしれません。精神障害者通所交通費補助事業が議論の基準に載せられたように、防災ガイドもどこか適した基準に載せていただきますようにお願いいたします。 4. 発達障害児の相談支援について2回目以降の質問をさせていただきます。障害児支援に関し、地域の関係機関を含めた連絡協議会があり、連携して取り組まれていることは理解しました。それでは次に、先ほども発達障害に関する相談をどこに相談すればよいか、市民の方には分かりにくいのではないかとお伝えしましたが、現在どの部署がどんな相談に対応されているのかお伺いいたします。井上口子ども未来部長。本市の主な相談場所につきましては、枚方子ども発達支援センターでは、福祉サービスの利用に関する相談や、保育や幼稚園等への巡回相談を利用した発達相談を、また子ども相談課では、子どもとの接し方や親子関係の悩み、発達、行動上の問題などのさまざまな相談に対応しております。また母子保健課では、乳幼児健診等を実施し、未就学児に対する発達相談や療育医療機関の紹介、障害支援課では障害者手帳の取得や、放課後等デイサービスなどの福祉サービスの利用に関する相談を、また児童生徒支援課では学校における支援教育に関する相談や就学に向けた相談を受けるなど、その相談ごとに対応したきめ細やかな支援を行っているところでございます。佐々木議員。発達障害児に関する相談や支援は市の複数の部署が受け持ち対応されているとのことですが、改めてお伝えしますが、市民からすればどんな場合にどこに相談すればよいのか分かりにくいと思います。発達障害のある子どもの保護者の方が子どものことで相談する場合、それぞれのライフステージ別に相談機関が分かりやすく表示されたガイドマップのようなものがあれば、保護者の皆さんへの支援にもつながるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。井口部長。枚方市障害児等関係機関連絡会議では、発達障害児を含めたすべての障害のある児童が利用できる制度や福祉サービス等をまとめた福祉教育の手引き子ども版を作成し、市ホームページにアップするとともに必要な方に配布しております。また議員お示しのライフステージごとのより分かりやすい視点も取り入れた内容につきましては、他市事例も参考に関係機関とも連携しつつ、その記載方法等について検討してまいります。佐田議員。前向きなご答弁ありがとうございます。では要望ですが、発達障害のある児童は年々増加傾向にあり、その支援につきましては、保育所や療育施設などから小学校や支援学校に進学される際にも切れ目なく支援される必要があります。
先ほど他市の事例も参考にしていただけるとご答弁いただきましたが、例えば池田市が作成している発達支援マップは、子どものライフステージごとの支援が見て分かりやすくまとめられており、保護者の方からは大変喜ばれているとお聞きしています。そういった先進的な事例も参考にされながら、ぜひとも市民の皆様にとってより分かりやすいライフステージごとに確認できるようなガイドマップを作成していただきたいと要望させていただきます。次に5広域連携について2回目以降の質問をさせていただきます。片野市側からの意向が示されていない状況であるとのことですが、大阪府の推進化計画では大阪市と堺市を除く区域を6つのブロックに分割し広域化すべき組み合わせと示していますが、大阪府全体としての進捗状況について概要をお伺いします。加えて本市が属する東部ブロックは森口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、四条縄手市、片野市、そして東大阪市の9市が構成市となっていますが、東部ブロックでの進捗状況についても詳細を合わせてお聞きします。市内危機管理部長。はい、現時点での広域化にかかる進捗でございますけれども、平成25年に三市三町で構成する泉州南ブロックで広域化が実現し、令和6年4月には五市二町一村で構成する南河内北と市南河内の2つのブロックが統合し、1つの消防組合が設立する予定でございます。府内、これで府内43市町村で24の消防本部となる見込みでございます。なお東部ブロックにおける広域化の進捗状況といたしましては、平成26年に大東市消防本部と四条縄手市消防本部による大東市城縄手消防組合が設立されたところでございます。佐田議員。一部では進展があるものの、全体としては広域化が進んでいない現状があるということです。広域化にあたっては経費の削減、救急件数増加への対応や市教会付近への初動体制の充実などメリットがあるものの、当事者自治体だけの議論では利害調整が難しい局面が出てくることが想定されています。そのため広域化を推し進めていくためには、第三者的な視点や広域行政の視点からその必要性を議論することも重要であり、そういった意味で大阪府の積極的な支援や関わりがキーになると認識していますが、府からの支援にはどのようなものが想定されているのかお伺いします。新内部長。大阪府による広域化の支援につきましては、広域化に関する先進事例などの情報提供、手続きや課題解決に対する指導助言、状況に応じた仲介や調整、市町村振興補助金による支援、その他国への要望などが大阪府消防広域化推進計画の中で位置づけられているところでございます。佐藤議員。消防の広域化について国では令和6年4月以降における消防の広域化や連携協力による消防力の維持強化のための消防体制の構築の必要性、促進策などについて報告書が取りまとめられたところです。報告書の中ではこれまでの事例報告などにも触れられており、そこでは都道府県や地域の核となる中心的な消防本部が検討を主導することで消防の広域化につながるケースが多かったと記載されています。本市では市令業務を共同運用している片野市との広域化に向け取り組んでいるとのことですが、将来的に取り組むことが求められている東部ブロックにおける広域化について枚方市としてどのような役割を果たしていくつもりなのか、市の考えをお聞きします。新内部長。はい、過去の東部ブロック構成市での協議では、東部ブロック単位での広域化による大きなメリットは見出せないとして広域化を見送った経過もあり、東部ブロックにおける広域化を進めるにあたっては該当する消防本部間および構成市町村間での給与体系の統一や部隊配置の調整、市町村負担金の調整など多岐にわたる合意形成や利害調整が必要になると認識しているところでございます。
しかしながら、消防の広域化そのものにつきましては、人口減少社会における持続可能な消防体制を確保するための手段として、有効であると考えておりまして、今後、負荷の動きを注視していく考えでございます。佐田議員。消極的な答弁で非常に残念ですが、さまざまな利害調整が必要なことから、事務方だけで進めるのが難しいのは一定理解できます。このような課題は市長がリーダーシップを取って政治主導で進めていく案件だと思います。また後ほど市長に見解をお聞きしたいと思います。さて、広域連携に関して先日11月1日付で環境部から片野市からの市尿等の共同処理に向けた協議の申し入れについての情報提供をいただいています。このことに関してどのような経緯で片野市から協議の申し入れとなったのかお伺いします。金瀬環境部長。はい、現在片野市の市尿処理施設であります大津部浄化センターは老朽化しており、改修改築を検討されている中で、施設周辺のまちづくり事業の計画と合わせまして更新することも視野に入れた検討がされることとなりました。施設の更新にあたりましては、本市の搬入量につきましても受け入れが可能となるため、今回市尿等の共同処理に向けた協議について申し入れがあったものでございます。佐田議員。片野市の市尿処理施設は老朽化していて、今後施設の更新も視野に入れた検討されることから、枚方市にも共同処理についての申し入れがあったとのことです。では現在の希釈放流センターの課題と今回の片野市からの申し入れに対する対応についてお伺いします。金瀬部長。はい、現在希釈放流センターでは設備が老朽化しているため、令和3年度から6年度までの間で老朽化対策を実施しており、令和15年度まで安定稼働を目指し取り組んでいるところでございます。そのような中で今回の片野市からの申し入れに対する対応につきましては、広域連携による共同処理と本市の単独処理のコスト比較などメリットデメリットを検証し、本市にとって適切な処理方法を選択できるよう検討を進めてまいりたいと考えております。須田議員。中長期的な視点からメリットデメリットを検証していただくようお願いいたします。さて、12月7日に行われました大阪府議会の一般質問でも、大阪維新の会府議団の質問に対して、府は広域連携について市町村を積極的にサポートしていく、必要な対応方策の検討や具体化に向けて積極的に取り組んでいくと答弁されており、今後広域連携について府からの働きかけの強化や具体化が想定されます。また今回ご答弁いただきました消防の広域化、市尿処理の広域化、いずれの案件についても他市からの働きかけにより広域連携の検討が始まったことは非常に残念に思います。広域連携を推進するにあたっては、枚方市からの積極的なアプローチにより他市を巻き込んでいくことが必要だと考えますが、改めて広域連携に対する市長の見解と今後の取り組み方針についてお尋ねします。伏見市長。人口減少社会の到来が確実視される中、高度経済成長と合わせて大規模に整備された施設の老朽化への対応など、地方自治体において全国的に共通の課題を抱えています。こうした共通する課題の解決策として、広域連携は有効な手段であると認識しています。また、近隣市との広域連携は円滑かつ合理的であり、府内で5番目の人口規模を有し、中核市である本市が、北河内地域をはじめ、隣接市との間において、先導的に広域連携を推進する必要があると考えています。広域連携の実現にあたっては、各自治体の首長の強い思いが必要であると考えますので、本市における施策の検討段階や施設の更新時期などの機会を捉えて、各市の状況や意向を確認するとともに、各市共通の課題に目を向け、広域連携による課題解決策を模索するなど、本市が広域連携を先導するよう、私がリーダーシップを取って取り組みを進める考えです。佐々木議員。
まずは各市の状況や意向の把握を行い、本市が広域連携による課題解決策を検討し、広域連携を先導していく取り組みを進めていただけるとのことです。目の前のメリットだけに目を向けるのではなく、本市が先導的な役割を果たして他市を巻き込みながら中長期的なメリットについて検証議論を行っていただき、広域連携を推進していただくようにお願いいたします。また本市の持続的な発展の観点からも、戦略的に本市が広域連携のイニシアティブを取っていくことも必要だと思います。何よりも広域連携実現の近道は各市のトップ間の合意であると思いますので、市長や副市長ら自らが広域連携への強い意識を持っていただき、積極的に各市に働きかけを行っていただくことを強く要望しておきます。以上をもって私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて佐田歩美議員の質問を終結します。